24日、アジアカップで日本代表がインドネシアに3対1と快勝し、ノックアウトステージ進出を決めました。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる一戦で、森保監督は、イラク戦から先発メンバー8人を変更。3試合連続スタメン出場となったのは、キャプテン遠藤航選手と、ゴールキーパー鈴木彩艶選手のみ。ディフェンダーラインはイラク戦から総入れ替えとなり、冨安健洋選手ら4人全員が今大会初スタメン。板倉滉選手はベンチ入りメンバーからも外れました。そして開始早々、上田綺世選手が獲得した PK を自ら決めて幸先よく先制すると、後半の立ち上がりにも堂安律選手のクロスに合わせた上田選手が追加点。そして3点目は記録こそオウンゴールになりましたが、シュートを放ったのは上田選手で、あわやハットトリック達成となる活躍を見せてくれました。ところが終了間際に警戒していたロングスローから失点を喫し、クリーンシートの達成はかなわず、やや不完全燃焼な結果となりました。この結果、日本はイラクに続く D 組2位で決勝トーナメント進出を決め、次はヨルダン、韓国が控える E 組1位チームと対戦することが決まっています。森保監督は試合後、チームでこれまでやってきたこと、前節の試合を振り返って、我々が試合で何をしなければいけないか、どういう準備をしなければいけないかを共有してインドネシア戦を迎えました。選手たちが厳しい戦いも覚悟しながら、我々がより優位に立つにはどうしたらいいかということで、アグレッシブさと、そして賢く試合を進めてくれたということが得点につながったと思いますし、我々がコントロールできる試合となりましたと振り返り、決勝トーナメントに向けては、チームとして最大限のパフォーマンスを発揮できるように、心身のコンディションをしっかり作っていけるようにしていきたい。もう一度目標をはっきりさせながらも、目の前の一戦に全力で戦い抜く準備をしていきたいと表情を引き締めました。インドネシアのシンテヨン監督は試合後の会見で、おめでとうございますと決勝トーナメント進出を決めた日本をまず祝福した後、やはり日本は良いチームだった。特に前線にあまりにいい選手が多い。カウンターもプレッシャーもよく、打開するのが難しかった。我々の若い選手は経験不足で、ボールを奪ってもうまく展開できなかった。日本は前線でのプレッシャーがとてもよく、難しい展開になった。我々が強化しなければならない点と語りました。一方で、主審には不満が多い。それでも最善を尽くした選手には拍手を送りたいと、ジャッジには不満があることを漏らしました。日本代表の全得点に絡む活躍を見せた上田選手は試合後、前回の試合からチームとして反省点を意識し、良い入りができましたと立ち上がりの先制点を評価。それでも自身のプレーについては、課題はまだまだありますし、自分の納得がいかないプレーやパフォーマンスのクオリティがたくさんあるので修正していきたいですと満足せず、今日は点を取れて勝てたので、そこは良かったですと振り返りました。そして決勝トーナメントに向けては、1回戦で日韓戦の可能性もある中、変わりないです。自分たちの力を最大限に発揮できるように良い準備をしたいですと冷静に語りました。アンカーのポジションでフル出場した遠藤航選手は、前向きにチャレンジするところと失った後の切り替えはチーム全体としてかなり意識していました。そこが生命線だと思うし、そこが漏れると相手もカウンターしてくるので、切り替えの速さと運動量で相手を上回れたところが勝利の要因かと思いますとコメント。 1,2 戦目を踏まえ、この試合で自身が意識した点については、相手もかなりブロックを引いて守っていたので、僕らがボールを持つ展開が多かったというのはありますけど、自分のところでしっかりセカンドを拾うところと、攻撃で失った後の切り替えの部分で自分が前の選手と一緒にファーストディフェンスに行くところは特に意識していたので、そこはうまくやれたと思います。2勝1敗で終えたグループ D の戦いについては、どんな相手であれ勝つのは難しいということを思い知らされたグループリーグだったと思います。自分たちの力を最大限出すために毎試合準備することが大事だと思いますし、
今日のような試合を続けていくことが次に向けて大事なのかなと思います。と分析しました。1アシストを含む2点に関与した堂安律選手は、試合後のインタビューで守備での貢献度を称えられると。そこってベースだと思うんですよね。そもそも、そこを評価されている時点で、これまでの2試合がどれだけ悪かったかがわかると思う。と話し、正直、自分が良かったというよりも、今までの 1,2 試合が良くなかったので、全選手がクオリティを出せれば、今日のようなゲームはベースであるべきだと思います。それが、出ていなかった選手が起爆剤となるようにピッチで表現できていました。と、ここまでのチーム全体のクオリティについて正直な気持ちを語ると、さらに、カタールワールドカップと同様にプレスの回数が多かったと聞かれ、まさにその通りで、ワールドカップでできていたことをなぜアジアカップでやらないんだということです。と主張していました。もちろん、アジアカップになると、相手が守るため、より攻撃のボールを持った時の戦術が必要になってくるのはわかりますけど、それ以前に、ワールドカップで通用した日本の良さというのが、しつこい守備であったりとか、奪ってからのカウンターであったりとか、が出せていなかった。結局、今日も2点目なんてそうでしたし、奪ってから早い攻撃で、少ない人数で攻撃を仕掛けるというのは、そこのベースのところを今日、表現した結果、1失点は余計でしたけど、良い試合ができたんじゃないかなと思います。と語っていました。海外メディアの反応。A 氏、イブニングスタンダードは、勝者が進出を決めるグループ D の試合において、日本はインドネシアには強すぎた。イラクに1対2で衝撃な敗戦を喫してから5日間で2度目の番狂わせを食らうことを日本は避けた。と、イラク戦での敗北を引きずることはなかったと伝えつつ、しかしながら彼らはこれで次のラウンドで韓国と当たるかもしれない。と、グループ2位通過になったことで早々に日韓戦となる可能性にも触れています。スペインメディアムンドデポルティーボは、レアルソシエダはスター選手の竹久保を少なくともあと1週間欠くことになった。と、所属クラブで主力を担う久保選手のクラブ不在期間がさらに伸びることを取り上げながら、韓国代表がグループ首位通過となった場合は、イガンイン対久保ということもあり得る。とも指摘。韓国のイガンイン選手が所属するパリ・サンジェルマンは、チャンピオンズリーグラウンド16で久保選手所属のレアルソシエダの対戦相手。同メディアは、アジアカップで日韓戦が実現すれば、どちらが生き残り、どちらが先にクラブに戻るのかが争われる。とも記しています。他にもスペイン紙マルカは、怪しい PK で日本が勝利と取り上げ、先制点となった PK に注目。ジョルディアマトがエリア内で上田を掴んだことに対し、VAR が疑わしい PK を宣告したと指摘しています。また、日本はもっと優れていて、もっと価値があるはず、しかしゴールが不足していると、勝利こそしたものの、日本代表の本来のパフォーマンスではなかったとも報じていました。米スポーツ専門局 ESPN は、 AFC アジアカップカタール2023では、日本代表の納得のいかない戦いぶりが話題になったが、最終的にはラウンド16に進出するという最初の仕事を果たしたと、ここまで思うような戦いができていなかったものの、無事にグループリーグを突破した日本代表について報じています。続けて、数学的には考えられないような早期敗退を喫する可能性が残っていたとはいえ、サムライブルーはわずか6分にリードを奪った瞬間からインドネシアに3対1で勝利するまでの間、危険な状態に陥ることはなかった。グループ E の勝者と対戦する可能性があるため、簡単にはいかないものの、今は安全に次のステージに進んでいる。少なくとも日本代表の森保一監督は、イラクに1対2で敗れた試合よりは大幅に改善された試合内容に勇気づけられるだろう。ただ彼らのタイトル獲得の資格に真の疑問を抱かせる結果となったと、結果的に勝ち進む形となった日本代表がアジアカップを優勝できるかについては懐疑的な見解を示していました。他にも、
中国版 X、旧 Twitter のウェイボーでフォロワー160万人のティタンヨウジェンシャンは、日本は3試合で5失点、このディフェンスでは優勝できないと、日本の大会制覇について悲観的な投稿をしていました。対戦国インドネシアのメディアジェブリートメディアは、日本の完全な優位性を示すデータとして、日本のボールポゼッション 72% に対してインドネシアは 28% と大きな開きが見られる数値などを紹介。さらに、日本代表は異次元のレベルにあると認識せざるを得ない、一生懸命戦ってくれてありがとうガルーダと、日本の強さを認めつつも母国チームの健闘を称えました。ネット記事には圧勝や快勝といった記事タイトルも並ぶ中、ファンのコメントは非常に冷静なものが多く挙げられています。勝ったけどなんかモヤモヤするな、またセットプレーからの失点、決勝トーナメントでは守備の改善が必要だね。ローテーションをしたりザイオンを使ったところに森保さんの信念みたいなものを感じた。満点の出来じゃないけど、とりあえず悪い空気の中勝ってよかった。勝ててよかったですが、最後に1点を献上してきちんとゲームをクローズできなかったのが、今大会の日本代表の調子がまだ十分ではないことを象徴していますね。明日の韓国、ヨルダンの結果も多少気になりますが、個人的にはベスト16で韓国とやって、そこで日本の力を示してほしいと思います。直接対決で宿敵を破れば代表も自信を回復し、チームの結束力も上がるでしょう。三笘の回復は次には間に合わないかもしれませんが、戦術三笘でなくても韓国に勝てれば向こうのメディアも沈黙するでしょうなど、失点が続いていることを含めて手放しで喜べない現状と、三笘選手の復帰を待ち望む声も多く見られました。それでも失点前に交代となっていた冨安選手については、インドネシア相手というのもあるけど、冨安が守備陣に落ち着きをもたらしてくれるので安心して見てられた。やはり世界の冨安。冨安の偉大さを知りました。対人が強いのはもちろんだけど、相手のカウンターの目を刈り取った後のパスがえげつない。マイクマニ、ドウアン、上田など今大会あまり出場機会のなかった選手たちが躍動していたようには感じたし、選手層の厚さは示せたのかな。また試合中ずっと無失点だったのはやはり冨安の存在が大きかった。やはり冨安は欠かせない存在だなと改めて感じました。などディフェンスラインに抜群の安定感をもたらしてくれたことを称賛する声が多く見られました。次戦は31日20時30分からラウンド16でグループ E の1位チーム、ヨルダン、韓国、バーレーンのいずれかと対戦となる日本代表。いよいよ始まる一発勝負の決勝ラウンドでどんな戦いを見せてくれるでしょうか。あなたはどう思いますか。ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。